A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎溶連菌感染症の仕組み A 群 β 溶血性連鎖球菌は蒸気動炎や可能性皮膚感染症の原因菌として知られています。連鎖球菌にはたくさんの種類があり、A 群に属して完全溶血の β 溶血を引き起こすものが A 群 β 溶血性連鎖球菌と呼ばれ、 4類感染症定点把握疾患となっています。菌の侵入部位によって症状は様々で、急性陰頭炎、脳下心のほか、症候熱、中耳炎、肺炎、可能性関節炎、骨髄炎、髄膜炎なども起こします。さらに、南部組織の絵師を伴う敗血症性ショックをもたらす激症型溶血性連鎖球菌感染症を起こして死に至ることもあります。 英群溶血性連鎖球菌咽頭炎は年齢に関係なく発症しますが、学童期の子供に最も多く見られます。感染症発生動向調査によると、冬と春から初夏にかけての2つのピークがあります。英群溶血性連鎖球菌咽頭炎は通常患者との接触で感染が広がるため、多くは家庭や学校などの集団で感染が起こります。 急性期の感染率については、兄弟での間が最も高く25%と報告されています。学校で行った研究では、健康保健者が15%から30%と報告されていますが、健康保健者からの感染は稀と考えられています。この菌は、溶血毒素や発熱毒素などを分泌し、様々な症状を引き起こすと考えられています。 潜伏期間は2日から5日で、突然発熱と全身の倦怠感、咽頭痛が発症し、しばしば嘔吐を伴います。喉の奥に焦点状の出血や、舌が真っ赤になるイチゴジタ、赤い皮疹が現れます。治療には抗菌薬を使用します。予防には患者との濃厚接触を避けることが最も重要で、うがい、手洗いなど、 しっかり行うことが大切です。